どうも、ライオンです。さあ、今回紹介するのはこちら。はい、現在 Mac でやっておりますシャア専用 Mac コラボ商品でーす。今更感はあるよね。はい、まあ気にはなってたんですけども、なかなかちょっと Mac 行く機会なくてですね、今日ねちょっと行ってきました。はい、実はもう一個ね、ドリンクメニューがあったんですけども、終了しておりました。なので、ドリンクメニューはこちら一個になります。はい。で、まあ、ハンバーガー、それぞれね、食べていこうと思うんですけれども、はい。食レポ？顔出し NG のあなたがって思われるかもしれませんが、まあ、とりあえずやってみて、無理そうだったらもうお蔵入りっていうことで、撮るだけ撮ってみようと。じゃあ、行ってみます。はい。さあ、まずは、やっぱり、順番的にはね、ザク、ゲルググ、ジオングですから、ザクから、シャア専用ザクがプリントされています。ね、から、ダブチからいってみたいと思います。はい。袋から開けたらこんな感じ。はい。はみ出してるチーズが赤い、ダブルチーズバーガーなんだよね。うん。で、赤い。で、このチーズが辛いのかな？はい。では、いただきます。うん。もう食べるとここね、映らないし。まあ、もともとダブルチーズバーガーは、マックで、スタンダードによく食べるものなんですけども。ああ、確かにちょっと辛い。うん。でもまあ、一口目ではそんなに。で、よく辛いものってさ、こう、ああ、美味しい美味しい、まあ、辛さ大丈夫、大丈夫、大丈夫とか言って、後からわーってなるパターンがね、よくありますけども、程よい辛さ。ただ、そんなに、もう、とにかく絶対辛いのダメっていう人でもなければ、美味しく食べれます。はい。うん。ああ、うまい。あんまりかじったとことか見せたよくないよね。でもこっからハンバーガーが消えていくだけの絵になるから、こんな感じで食べてますよという割と歯型がくっきりかな。断面が見せない。大丈夫かな。はい、食べてます。おいしいおいしい。うん。はい、ちょっとまあバーガー食べてると喉も渇いてくるんで、こちらマックフィズレッドエナジー味、これもねちょっと飲んでみようかなと思います。はい。シャア専用ザクがプリントされている赤いドリンクですけれども、これ何マカなんだ。これも、これ辛いとかない。はい。ずっと。はい。じゃあいただきまーす。あー結構、うん。甘い味がします。甘い味がしますって。雑だな。はい。エナジードリンク味。うん。あ、でもそう言われればそうか。そんな感じ。うん。ちょっと飲んでみよう。うん。でもね、辛いバーガーにはすごい合うんじゃないかな。うん。こんな感じがします。あと、買ってきてね、外出さっきから帰ってきたばっかなんで暑いんで、氷も入ってて冷たいのが何より嬉しい。はい、そんなわけで、からだぶち完食いたしました。大変美味しかったです。はい、さっきも言いましたけどね、よっぽど辛いのダメっていう人以外は割と美味しい辛さでした。まあ、どっか行こうかな。はい、じゃあ続いてシャア専用ザクの次はシャア専用ゲルググってことで、赤いガーリック照り焼き、そちら開けていこうと思います。おお、ソースがべったり。手につかないように気をつけて。はい、こんな感じで照り焼きねのお肉に、ソースがたっぷり、うん、レタスなんかもね、シャキシャキのやつが入っております。じゃあ食べてみようと思います。いただきます。あ、その前に噛
メラ越しどうかな、伝わるかな、パンが赤いあれさっきもそうだったのかなさっきはチーズの赤さに気づかせなかったけど、バンズが赤い、うん、それここが赤いのか、へえ。多分このソースはガーリックの効いたソースなのかな。ではでは改めていただきます。うん、うわ、ガーリックの香りが一口噛んだだけで口の中にぶわーっと広がる。これはうまい、うん、そして、レタスがね、あのシャキシャキしてるのと、このレタスにかかっているドレッシングソースも合いますね、照り焼きのソースと。はい、うん、あーうまい。まあ赤いでねついてるけど、そのさっきの体節とは全然違って辛くない当たり前ですけどね、辛いは歌ってませんからね。この味は結構好きかも。うん、ただ口の周りとかあの手とか結構ソースがついちゃいそう。はい、そんなわけで、赤いガーリック照り焼き美味しく完食いたしました。うん、今2つ食べた中で辛だぶちと赤いガーリック照り焼きだったら、個人的にはこれ、この赤いガーリック照り焼きが、うん、好みかも。はい、まあ、ガーリック味、ガーリックの香りすごい強烈にきますが大好きなんでこれはハマりそう。うん、期間限定なのが惜しいですね。はい、さあさあ、ちょっとリフレッシュ。はい、さあ、最後はこちら、ニュータイプ白いトリチ。あれ、単純に今持った感じ、さっきも並べた時あんま気づかなかったんだけど、重量が重い気がする。はい、まあ、白いとなってるけども、シャア専用のね、テーマなんで、ガンダムではなくジオング。はい。ただまあもう、頭部だけ。まあでもそうか、今までも頭部だけか。もうゲルググとかと違って、ザクとかと違って、ジオングの頭部のみってのはなんかね、意味合いが変わってくるかもしれませんけど、さあ、開けてみましょう。白いトリチ。わお、すごい。白い。はい。こんな感じ。うん。ソースチーズが溢れ出しておりますが、はい、ずっしり重い気がする。うん、ではでは、白いトリチ、ね、ニュータイプ白いトリチ、こちらもいただきたいと思います。うん、あー、やっぱりビーフが3段になってるんで、がっつりとそのマックのビーフが楽しめるっていう。うん、あー美味しいこれ割と辛さだったりとかガーリックだったりとか、そういうなんだろうな、強い癖はないんだけど、この、まあ、チーズであったりとかこのソースだったり、そして何といってもこの肉肉しい三段パティ、ビーフパテがめちゃめちゃ美味しいです。ああ、うん、三つ目なんですよ、しかも連続で食べてて、あのまあよく食べる方ではあるんですが、この氷の溶けてなさからしてね、連続で食べてるの分かると思うんですけども、結構もう3つ目に一番大きいのってもうちょっとお腹いっぱいみたいな感じになりそうなとこじゃないですか。全然入る味が全く違うっていうのもあるし、どれもうまい。そして3つ目のこのトリチも美味しい。うん、あー、なんかね、
お肉を求めてハンバーガー食べるときにこれぐらい入ってると幸せっていう感じの、そんなバーガーですね。はい、そんなわけで、ニュータイプ白い鳥チーも、美味しく完食いたしました。はい、あっという間にね、ペロリと食べちゃったんですけれども、どれもとってもそれぞれ別々のね、美味しさがあって、3つ食べた感想で、その中でお気に入りはやっぱり私はゲルブグかな、ゲルブグかな、赤いガーリック照り焼きかな。はい、大好きでした。はい、そんなわけでですね、本日は、ずっと気になっていた、マックの、ね、シャア専用コラボメニューを食べてみたでした。ではこの辺でまた会おうぜ。顔出し NG 食レポってどうなんだろう。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあまた会おうぜ。闇が空を覆う。